こんにちは、安西です。今回はですね、日本百名山にして西日本最高峰の四国にあります石鎚山を登っていきたいと思います。今ですね、紅葉の見頃がピークを迎えているみたいですので、それをですね楽しみに登っていきたいと思います。登山口はですね、石鎚スカイラインを登り切った土小屋というところからスタートします。では早速行ってみましょう。今日はですね、たくさんの登山者が山に入られているそうでして、でそうすると山頂がですね、かなり混み合うのが予想されますので、出発時間をずらして13時過ぎに出発しました。コースタイムは2時間ぐらいですので、撮影しながらのんびり行くと2時間半ぐらいになる、なりますかね。で、3時半ぐらいに着けば山頂も混雑が解けてるかなと思いますので、でまたですね、そこで写真撮ったりとか時間潰しながらですね、夕景なんかも撮れたらいいなと思っておりますので、最後まで、お楽しみいただければと思います。石鎚山は今回の土小屋から登るルートと、もう一つ西条市だったかな、そこからロープに乗って、山頂に向かうルートとあるんですけれども、意外にもですね、そのロープウェイからの登山道の方が険しいみたいでして、で今回は、土小屋からですね、サクッと登れるルートで行きたいと思います。こんにちは。はい、第一ベンチに着きました。ここまでですね、どれぐらいだ、30分ぐらいかけて登ってきました。緩やかな登りはあるんですけれども、基本的に平坦で歩きやすい道になってました。ここからなんですけれども、石鎚山見えてます。これですね、ちょっと逆光気味ですけれども、すごい迫力があっていい感じです。紅葉もね、肉眼ではしっかり見えております。すごいですね。天気も最高です。はい、視界が開けました。すごいいい感じです。1つ目のベンチを過ぎたところからですね、結構上り坂が続いてます。階段にはなってるんですけれども、天気がいいんですけれどもね、紅葉の季節にもかかわらずめちゃくちゃ暑いです。ところどころですね、この青い花咲いてるんですけれども、確か林道だったような気がします。すごい綺麗。はい、2つ目のベンチに着きました。今14時11分なので、ここで1時間ぐらいですかね。ここからですね、また石鎚山見えるんですけれども、わかりますかね。いやー、圧巻です。めちゃめちゃかっこいい。ちょっとですね、少しずつ雲が出てきたんですけれども、どうでしょうかね、まだまだ大丈夫な気はします。はい、見晴らしのいい登りは一旦これで終わりでしょうかね。綺麗だな。
登山開始から1時間半ほどですね、第三ベンチを通り過ぎました。ここまでは登ったり下ったりを繰り返すような感じで、まあ、それほどアップダウンはないですけれどもね、今のところまだ大丈夫ですけれども、多分ですねもう少しで、トイレのある、休憩所だったかなに着くんですけれども、そこからがハードな登りになってくるかなと思います。落石注意ポイントですね。2年前に来た時こんな岩がゴロゴロしてなかったような気がします。はい、第3ベンチを過ぎてからですね、少しずつ高度を上げていってるんですけれども、それにつれてですね、だんだんと紅葉も色濃くなってきて綺麗ですね。でここでですね、残り山頂まで1キロ地点なんですが、ここから一気に斜度が上がります。かなり急坂になってくるかと思いますので、頑張っていきたいと思います。再び落石注意ポイントですね。とはいえ紅葉がめっちゃ綺麗。落石注意ポイントなのに紅葉が綺麗だもんだから足が止まっちゃいますね。その間に落石で押しつぶされたら自業自得ですね。お、あっちに見えるのは亀ヶ森ですね。ちょっと山頂付近雲に覆われてますけれども、すごい綺麗な高原地帯になってまして、あっちもですね、機会があれば行ってみたいですね。はい、15時20分ですね。休憩所に着きました、ここは2時間10分ですね。だいぶ時間がかかっております。まあ、撮影とかもそうなんですけれども、想像以上にですね、すれ違いに時間を要しております。で、ここまで来たらですね、こっからがいよいよもう本格的な登りですね。かなり急になってくるんですけれども、途中ですね、鎖場もあるんですが、今回は鎖場、割愛していこうと思います。では引き続き頑張っていきたいと思います。はい、現れました。山頂まではですね、この鉄の階段を何度も何度も結構登っていくんですね。これがなかなかしんどいんですよ。それにしてもね、ちょっと影になってますけど、紅葉はめちゃくちゃ綺麗です。あー、すごい綺麗。この辺すごいですね。もう紅葉に包まれながら歩いてる感じです。わあ、すごい。
めちゃめちゃかっこいいですね。断崖絶壁。そしてね、もうこの紅葉が凄まじいですね。めちゃめちゃ鮮やか、綺麗。はい、今流したやつはですね、朝撮ったやつなんですけれども、実は今日この日僕2回目の石鎚山登山となります。実はですね、ご来光を見るために深夜のうちに1回登っておりまして、でもう朝の撮影が終わってからはすぐ降りて、で車の中でですね、仮眠をしまして、で今こうやってまた夕景を撮りに登ってきております。朝撮った映像はですね、また後ほどお見せしたいと思いますので、お楽しみに。はい、ちなみにですね、ここが三の鎖と呼ばれる鎖場なんですけれども、すごいですね、もう見上げるぐらいの断崖絶壁に鎖が張られてます。別に怖くはありませんが、今回は割愛したいと思います。はい、山頂小屋見えました。もうすぐそこですね、山頂になります。こっからですね、もうこの木の陰から出ると風がやばいです。だいぶ汗かいたんでね、冷やされそうです。はい、石鎚山山頂着きました。西日本最高峰1982メートル。はい、ということで、石鎚山山頂、到着しました。登ってる時はですね、ほんとすごいいい天気だったんですけれども、ついてみたらもうガスガスになって、まあ、かろうじて見える程度でしたね。ちょっとこのまましばらく待機して、晴れたらですね、すぐシャッター切れるようにしたいと思います。コーヒー飲みながら待ってたらですね、ちゃんと晴れてくれました。見てください、これ最高です。いやー、今年も石鎚山はすごいですね。今年もって言っても2年ぶりなんですけどね、訪れるのは。素晴らしいです。で、ちょっと風が強いんですけれども、チャンスがあればあっちの天狗岳の方も行ってみたいと思います。はい、じゃあ天狗岳の方を向かいます。ちょっとね、風がものすごい強いので、風に煽られないように気をつけながら行きたいと思います。ここやばいですね。
撮りしましょうか。写真を撮りしましょうか。じゃあそっち行きますね。最後の鎖はい、ということで天狗岳の方まで行ったんですけれどもね、行く途中で完全にガスに包まれてしまいました。でもう風も強かったので南仙峰の方は、今回は、割愛しました。またですね、いつか訪れてそっちの方まで行ってみたいなと思います。でこちら側に戻ってきてからもですね、もう全然ガスは晴れず日の入りの時刻を迎えましたので、そろそろ下山したいと思います。まあこんなこともあろうかと思いまして、今朝ですねご来光のシーンを撮影しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。それではご覧ください。はい、ご来光の映像を見ていただいている間にだいぶ下山してきまして、もうあたりはすっかり真っ暗になっちゃいました。ご来光の映像いかがでしたでしょうか。もう僕はこれ以上はないかなと思います。まあ人によってはですね、さらに突き詰めて雲海がどうのこうのとかいう人もいるかもしれないですけれども、もう僕はあれで大満足です。もう最高の石鎚山の紅葉を見ることができたかなと思います。ちょっとですね、夕方は残念な結果にはなってしまいましたけれども、これはですねまたいつかリベンジしに来いという石鎚山からの挑戦状かなと思いますので、またですね紅葉の季節に限らず石鎚山登りに行きたいなと思います。
はい、で今回はですね、朝と夕方の風景を撮るために、ナイトハイクをしておりますけれども、ご来光なんかはですね、自分以外もたくさんの人が朝駆けで登られていましたが、もしチャレンジされる方はですね、装備をですね十分整えた上で挑戦するようにしてください。はい、こんなところで、今回の動画は終わりたいと思います。どうも最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。さようなら。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。